監督交代後、吉田恵新監督初のこのホームでの采配ということになりました。サガン鳥栖対ここまで7試合負けなしという FC 東京の一戦でした。試合は前半の5分動きます。戸田さん、はい、右サイドから米本のゴールです。まあ、中盤で奪ったところからですよね、はい、素早く縦に入れて切り込んだところからマイナスのボールですよね、よくここを狙ってましたし、まあ、攻撃の意識がすごく高まっている選手ですから、まあ、見事なゴールだったと思いますね。そしてこちらは前半の23分のプレーです。トス左サイドキムミヌから最後は池田のシュートでした、はい、トスは前半、ね、この FC 東京の右サイドの裏ですね、はい、ここよく攻略してましたし、際どいシーンは何度も作ってましたね。そして前半の30分のプレーです。 FC 東京最後は14番武藤のシュート。まあ、今日の試合振り返ってもこの武藤の切れ味というのは目立ってましたね。そうですね、常に危険な、ね、状況を作ってましたね。そしてこれは前半32分のプレー、左サイド安田から水沼のシュートでしたが枠を、権田のファインプレーでした。さあエンド変わって後半です。そして後半の立ち上がり、トスと非常に相性がいいという渡辺のゴールで前後半の7分に試合追加点ということになります。そしてこれは後半20分のプレーです。ここは武藤のいいディフェンスでしたね。この時間でまだこの、ね、ハードワークできますからね、はい、まあ、できれば平山がしっかりここね枠まで持っていくことができると次に彼自身ももっともっとアピールは、ね、できたと思いますからね。そしてこれは後半23分のプレーです。最後は庭の左足のシュート。そしてここは後半の37分のプレーです。谷口のクロスから、失礼、高橋のクロスから最後は谷口のシュート。なかなかサイド、ね、攻撃は後半作れませんでしたけども、その中でも、まあ、一つあったシーンですね。そしてこれは後半の39分のプレーです。 FC 東京、うん、平山選手ですね。最後は平山のシュートです。アイデア感じました。惜しかったですね。そしてアディショナルタイム後半、これは鳥栖豊田が折り返して最後は岡本のヘディングシュートでした、はい。まあ、一つね、豊田の使い方というか、まあ、長いボール使って攻めていく上では理想的な、まあ、形だったと思いますね。もう少しこういうシーン作れたかったですね、鳥栖はね。今日の試合は前後半ともに立ち上がりに試合が動いて、最終的には2対0 FC 東京が首位のサガン鳥栖を破りました。これで FC 東京は8試合連続負けなし、そして5試合連続シャットアウトという形になりました。前半に米本のゴール、そして後半に渡辺一馬のゴールで2対0 FC 東京が2対0でサガン鳥栖を下しました。